さあ続いては新コーナー月刊ネットナビです。フジテレビ系列ではニュースサイト FNN プライムオンラインでさまざまなニュースをお届けしていますが、今回は10月によく見られた記事を振り返っていきます。このコーナーを一緒に紹介するのはネット担当の漆畑デスクです。よろしくお願いいたします。漆畑デスク、デスクってつくとこどういうお仕事されてるんですか、普段は。はい、普段は記者が、原稿書いてきたものを僕らがこう直して、はい、で実際にアナウンサーに読んでいただくみたいな感じで、最後のニュースのオンエアする前の直しっていうのをやってます ね最終のね、その記事の修正だとか、はい、あとは速報で入ったりとかすると生放送中でも原稿を持ってバッと入ってくるのがデスクのね、はい、お仕事でございますが、今回は新しくこの月刊ネットナビが始まったわけですが、はい、これどういう感じでしょう。はい、どういう感じか、まあ、テレビ静岡ではですね、普段のニュースに加えてインターネットで速報ですとか、また特集をインターネットでよく見れるようにしているものがありまして、記事をもう一度見たいという方ですとか、県内ニュースをさらに知りたいという方なんかにはぜひ一度見てほしいなというふうに思ってます。それでは今月の視聴回数トップ10はこちらです。はい、今月の第1位がこの不審なアタッシュケース爆発処理班が出動という、ね、ニュースが1位になったわけですが、まあ、結果その爆発物ではなくてアダルトグッズが入っていた、まあ、非常にお騒がせのニュースだったわけですけれども、まあ、これが今月の1位、そしてこうやってトップ10見ていますと2位と6位とそして9位に観光バスの横転事故の、このニュースがトップ10に入っているんですが、駒田さんどうでしょうか。やっぱり大勢の方が乗ったバスの本当に痛ましい事故でしたし、なぜこう事故が起きてしまったのかという部分もずっと注目されていますよね。まあ、引き続きのニュースですよね。そうですね、やはり観光バス事故というのもですね、トップ10に3つ入っていますけど、やはりその当時ですね、新型コロナで観光促進ということで旅行支援もあったので、余計注目されたというところもあったと思います。でさらにですね、トップ10の中を見ますと、この露天風呂の盗撮事件ですとか、はい、まあ、胃がんと戦う高校教師ですね、はい、それからこちらは乳がんと戦う女性のドレス撮影会といった形で、まあ、いろんな特集記事なんかも今回はよく読まれていました。ただいまテレビの中でももちろん紹介したものでございますが、そして、今回ですねこの5位に注目したいと思いますが、将棋の竜王戦のおやつ候補の特集もありました。先週金曜日と土曜日に行われ黒いちじくのシュークリームや黒蜜豆腐などが選ばれていましたよね。そうですね、出ますかね。全部で7つ最終候補を選ばれたんですが、その中で藤井五冠と広瀬八段が好きなものを頼んでいくみたいな形でした。でですね、藤井竜王が、当時ですね、森林限界の手前っていうのをご自身でおっしゃっていたと思うんですけれども、はい、それにそれをからイメージしてですね、高校生が提案したんですけれども、はい、森林限界を超えてというスイーツをですね、考案して出したんですが、残念ながら今回選ばれてはいないんですけれども、まあ、全国からですねこうしたさまざまなおやつが注目が集まって、まあ、市民も市民参加型でコンテストやっていましたので、市民も自分たちの地元のものに目を向けるきっかけにもなったのかなというふうに思ってます。駒田さんね、この森林限界を超えて、はい、我々もねその高校生たちがチームとなってアイデアを出し合ってねここに行き着いたっていうのを紹介しましたけれども、はい、いかがでした見てた時。いや、すごいフレッシュなパワー感じましたし、いいアイデアですよね。ネーミングのセンスも素晴らしいなと思いました、ちゃんと藤井さんが言ったことを拾っているという部分でねつながりがあったんですが、はい、まあ、残念ながら今回これ選ばれなかったということでございますけれども、ちなみに気になったんですが、藤井五冠は2日目の午後のおやつは頼まずに飲み物2品頼んでるんですよね。そうですね、藤井五冠が2日目の午後に頼んだのがですね、オレンジジュースといちごジュースなんですよね。でこちらいちごジュースちょっとスムージーのようなんですけれども、おやつかなと思ったんですが、取材した記者によりますと、これ、おやつのメニューにはなくてですね、はい、飲み物の中に入ってたんですよ。飲み物だったんですね。そうなんですね。で藤井五冠というのはですね、実は去年の8月の王位戦の第5局
6以来ですね、あの2日制の七番勝負、2日間勝負があるうちの2日目の午後のおやつっていうのはですね、必ずドリンク2品を頼んでたんですね、うんうん、で、まあ、いわゆる2日目の午後のおやつダブルドリンクということで、これ藤井五冠にとっては今定石となっているようなんですね。ちょっとこう験担ぎもありっす、ね、毎回そういうことになってるんです ね、 ね、ダブルドリンクなんていうワードが出てきましたが、もしかしてこれ流行語いくかもしれないかもしれない、わかんないですね。